俺がお前を救ってやるからな、普天間マ。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、こちらの撃滅戦ウェポンである普天間マを触ってみる動画になっております。こちらの武器ですね、まあ奥義効果がもともと睡眠入ってるんですよ。でまあ何かしらに使えるんじゃねっていう風に思ってたんですけれども、まあなんとですね、最終上限解放によってその成功率が上がり、まあと回避率もついたんだよね。で回避率アップついた時に俺思ったんですよ、あれこれグローリーでよくねって思ったんですよね。というのも、まあグローリーって、まあ割とこう奥義も発動しやすくて、献身共鳴効果が、消費献金2でウェポンバーストなんですよね。でさらに、まああの非ダメージ時にも効果も、自分に献金を消費して幻影をつけるみたいな避け特化みたいな性能してるんだよな。だ多分これ奥義に回避率アップついたのも多分グローリーで使ってくれっていうなんか運営のおぼし飯だと思うんで、まあちょっと今回はね、それを使わせていただこうかなと。その意にのっとり平成を組んでまいりました。それがポン、美からシャレム大きですね。うん、まあフルオート運用で考えてんだけど、まあでも正直高難易度だったらあれかもしれん、普通に手動で使ってもいいかもしれない、高難易度系のコンテンツで。まああのシャレムで弱体耐性下げて、まあ、ビカラとオーキスで連撃率上げて、まあ耐久力も上げつつ、でさらに、グローリーの奥義で睡眠ハメをするっていう、まあそんなねエッチな編成になってますね。まあシャレムで弱体耐性も下がってるから、睡眠も当たりやすくなった睡眠がよりとんでもなくなってるはずというような感じでございます。でまあ今回の実験体、実験体はですね、アポロン、睡眠入るのアポロンだよね。多分ね、メタトロンって睡眠途中でブロックしてくんだよな、エッチなので。アポロンは睡眠が通るはず。じゃあ睡眠ハメエッチなことしちゃおうね。いきます。対戦よろしくお願いします。アポロン。さあ、ここ大事よ。主人公以外、ボキョン。よし、オーケー。まあ、ビカラはね、正直、大丈夫ですわ。奥義発動しなくても。ビカラの奥義の効果ってなんだっけ？ああ、完全回避か。大丈夫そうやな。で、さらに、ビカラの3アビによって、回避率上がるんですよ。そう、ビカラの1年の夢により、回避率も上げてるから、もうかなり避けますよ。この主人公、正直言います。かなりの避けを見せます。で、奥義ゲージ上昇量も 50% アップして、さらに連撃、おほー、そうよ、これ、見て、これ、睡眠、成功率も上がったから、で、これ、もしかして奥義ゲージ100になるんじゃね？奥義ゲージ 59%、TA からの2奥義は、さすがにならんか、というか、火力が高すぎるな、すまない、あまりにも強すぎたようだ。ここで通常攻撃を行って、見てくれよ、まあここで奥義ゲージ必ず100になるやん。で回避率が上がってるから1年の夢も当たりづらくなってるんですよね。さあここで睡眠が無限のいざない、あら、まあ外すこともあらな、弱体って耐性あるから、耐性が上がったらまあそういうこともあるわ。でほら、主人公に回避率と幻影がついてるから、もう特にその防御時効果使用みたいなのなくても、剣気の消費効果、剣気消費したくないから防御効果食らいたくないなっていう時も避けるから、もうそんなに意味ない。うん、剣気の消費効果とかを特に気にしなくても剣気がゼロになることは少ない。今現在剣気9ですね。さあ無限のいざない、あれやめた方がいいんじゃない、やめた方がいいんじゃない、やめたべんべんべん方がいいんじゃない、睡眠外し、私とゼノディアボロスの関係薄らいのごとし、あまり調子に乗らない方がいいんじゃない、べんべんマヒニタンの方が優秀とか言われちゃうんじゃないの、べべ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 。ということで、モンスターハンターにハマってる男。いやー、ちょっと待って、まずいって、睡眠そんな外しちゃダメだって。まあでも3回の抽選チャンスがあるというその事実、ほら剣気がねもう18になりました。でも戻ったんじゃない、だからニアビというかウェポンバーストを使ってても
元気がゼロの状態で、ああカツカツだ、元気足りないよってなることはないかなっていう印象です。さあここから最後に睡眠の挑戦してやってもいいんじゃないの。最後に睡眠の挑戦して俺にドリーム見せてくれてもいいんじゃないの。いい夢見れたかよ。ゲットバッカーズ、お、いいね、始まるよ。いい夢見れたかよ。頼む、ここで寝かしてやってくれ。いい夢を見たらお前だ。なにビカラの麻痺の強いビカラの麻痺のが強いということで、今回の、無課金武器、無課金ですから大事なのは無課金武器の、ゼノディアボロスの刀でございました。ただね、まあ正直、まあ、この武器が強いのはイベントのプラウドとかですね。そう、イベントのプラウド、闇有利のプラウドとかで特に強くて、というのも1回だけクリアすりゃいい、そう1回だけクリアすりゃいいからっていうような敵に対してかなり強く出られるんですよね。だから月末のイベントで、まあ、闇属性有利ですプラウドが来ましたってなった時、結構ね弱体耐性ガバガバなこと多いんだよな。クリアさせてあげたいから、だからそういう時に例えばザ・グローリーとかフレンド・ハデスとかでもう睡眠をゴリゴリ与えて、まあ敵に何も行動させずに勝つみたいなことはワンチャンある。でそのワンチャンの成功率が上がったらしいですね。睡眠の性能が上がったらしいので、まあちょっとまあ、今のめちゃくちゃ外れてたけど、まあ、当たったら強いですよっていうような感じになってるみたいです。まあ、この普天玄魔もっといて損はないと思うけど、まあ、実際使うか分かんないけどね。まあザ・グローリーと相性いいんじゃないかなという、お試しでした。参考になりましたです。またお会いしましょう。じゃあね、バイ。ビガラ最高だわ、麻痺持ってるし睡眠なんかより最高だぜ。いい女だお前は。